どうしても膝下を使って走っちゃうな。股関節を使って走ってる感覚がないな。頑張ってスピードを出そうと思ってるんだけど、なかなかスピードが出せないな。そのようなランニングの悩みを持たれているあなた、今回はランニング初心者に多い膝下走りを改善する方法をご紹介させていただきます。どうもランニング整体師ゆうじろうです。もしあなたが膝下を使ってしまっている、股関節を使った走りができていないのであれば、今すぐその走りを改善することによってより楽にスピードを出して走れるようになりますので、ぜひ今回の動画最後まで見ていただければと思います。膝下を使った走りとは、足を前に振り出した時、膝下が体の前に伸び、体の前で着地しやすく、地面を蹴る時は膝を曲げて地面を擦るような蹴り方をしてしまっている。このように膝下を振り子のように使ってしまっている走り方が膝下を使った走りです。この走り方ではふくらはぎの筋肉が過剰に使われやすく、お尻の筋肉が使われにくいので、スピードも出せないですし、すぐにふくらはぎが張ってしまって疲れやすい走り方になってしまいます。この走りを改善するためには、ぜひ股関節を使った走りを習得していただきたいんですが、どうやったら股関節を使った走りができるかというと、股関節を使った走りをするために重要なポイントがももになります。股関節が動くと必ずももが動きます。そしてこのももで重要なポイントが、足を前に振り出した時にしっかりとももが上がっているか、そして前に振り出した足のももが素早く後ろに振り戻されているか、この動きが行えているかどうかで股関節が使えているか使えてないかが変わってきます。ただこの股関節を使った走りが苦手な方は、共通して股関節をダイナミックに動かす使い方が苦手です。ですので今回は膝下走りを改善するために、股関節をダイナミックに動かせるようになる柔軟やトレーニング、そして走りの中で股関節が使えるようになるランニングのトレーニング、最後に膝下を使ってしまっている走りと股関節が使えている走りの違い、それぞれ見ていただければと思います。まずは両手を体の前に引きます。足を大きく前後に開きます。前に出した足のふくらはぎ側から手を回し、床につきます。肩で前足を押しながら大きく円を描いていきます。まずは時計回りに大きく10回円を描きます。でいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。今度は反時計回りに円を描きます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。反対足も同様に行います。足を大きく前後に開き、前足のふくらはぎ側から手を回し、肩で前足を押しながら時計回りに大きく円を描きます。でいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。今度は反時計回りに行きます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。再び両手を体の前につき、足を大きく前後に広げ、前後に広げた足を素早く入れ替えます。これを20回素早く行っていきます。ではいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。バウンドもも上げ、上に弾むようにもも上げを行いましょう。ポイントは着地の時に膝が曲がっていないこと、着地の瞬間体が一直線になることを意識して弾みましょう。またつま先だけでなく足裏全体で地面を押して弾みましょう。バウンドもも上げ前進。バウンドもも上げを行ったまま体を前傾すると前に進めます。地面を擦らずに点で押して前に進む感覚が得られます。バウンドもも上げ前進の応用。バウンドもも上げの地面を押す強さを変えて、弾む高さ、もも上げのスピードを変えて前に進んでみましょう。地面を押す強さ、もも上げのスピードをコントロールできることで、地面を押す走りのまま足の回転やストライドをコントロールすることができるようになります。振り戻しバウンディング。
まずは片足を持ち上げ、素早く体の下に振り戻してみましょう。着地の瞬間、体が一直線になるよう意識しましょう。次に片足だけ振り戻して前に弾むように進んでみましょう。この動画では左足だけ振り戻して前に進んでいます。この時右足は膝を伸ばしたまま振り戻すことでうまく行えます。上げたももを素早く振り戻すことを意識して行いましょう。両足を行います。最後に両足とも振り戻して弾むように前に進んでみましょう。上げたももを素早く後ろに振り戻せるほど地面を強く後方に押せ、前に弾むことができます。股関節を使った走り。これらを行った後走ると、前に振り出したももを素早く振り戻し、地面を押して前に弾むような走りができるようになります。膝下を使った走り。前に振り出した足のももが振り戻される前に膝下が前に伸び、そのまま着地します。また地面を後ろに擦るように地面に力を加えて前に進んでいます。下がこれを改善した股関節を使った走り。ももが振り戻されることで着地が体の下に近づき、地面を押せることで足の前の引き付けが速くなります。はい、ということで今回はランニング初心者に多い膝下走りを改善する方法をご紹介させていただきました。もし膝下走りをしてしまっていた方は、ぜひ今回の動画の内容を見返して股関節を使った走り身につけていただければと思います。最後にこちらか概要欄にあるゆう先生の LINE 友達追加していただくと、フォーム診断、ランニング初心者の9割が体感した1週間で走りが楽になる3つのトレーニング動画、ゆう先生の秘密のランニングコミュニティ、この3つの特典をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にゲットしていただければと思います。ということで今回の動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。